皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日はゼルネアスと一緒にポケモンの図いきたいと思います。ずっとね使ってみたかったんですよね。かなり背が高い。遠くから見てもこれだけ背丈がある。これじゃあ背中に乗れない大きさしてますね。だって思ったより背中が高い。こんなに背があるの？遠くにいてもだいぶわかりますよね。あともう個人的なイメージなんですけど、雪のところがよく似合う。で早速ですね、出ているポケモンの巣に向かっていこうと思います。当たっちゃった。あれ、あと戦闘になると角の色変わるんですよね。フェアリーオーラ放ってます。逃げます。一番最初のツアーの目の前だったのに。確認しましょう。ブリムオンですね。みんなで挑戦、とりあえず行ってみたいと思います。よろしくお願いします。4人集まってもらいました。はい、ブリムオン、巨大な巣個体ではないですけどね、星5の巣穴で出ました。では使ってみようと思います。すごい、初めて使うゼルネアス。外側はバドレックス連れてきました。他キリキザンと無限ダイナで来てもらえてます。お、みんな特性かかりまくり。多かったですね今で。効果抜群技持ってるので、このままダイマックス箱をもらってやっていこうと思います。でかなり大きいと思うので、もしかしたら足元までしか横からだと見えないかもしれないなってちょっと不安です。できれば全体見たいけど、なんか出なさそうですよ。あ、やっぱかっこいい。これは素敵だな。あ、見えてる。すごいね、意外と見えるんですね。へえ、こんな感じなんだ。あとなんか足元そこで立ってるの、ひづめになってたんですね、あの光ってるとこ。私全体で足元ついてるのかなって思ってたんですけど、そんな先端で立ってるんだね、知らなかった。まあ、それではこのまま倒していこうと思います。まあ、バリアも5枚だから結構辛いかなとは思うんですけど、4人いるし、あのサポートさんがね今回はいないので、なんとかなるんじゃないかなって思います。多分ありがとうございます。星5ブリミョンなので、今回は取っていきたいなって思いますね。ハイパーボール使おう。数少ないのでちょっと使って買いに行かないといけないですね。ビートボールも今見たら2個しかなかったので買います。こう動画外でもね結構捕まえてたりするので、リピートだいぶ使ってるんですよね。なのでハイパーボールとリピートボールは買ってこよう。はい、ゲットできました。ありがとうございます。ソード側もゲットできました。持ってるのはこんな感じです。はい、戻ってきました。あっちに1本立ってる、上に1本だけなのかな今日は。わ、ここにもか。あ、いつものとこだった。私ここの巣穴に光が差すこと多いんですよね。悪フェアリータイプ、星3だけど行ってみましょう。ソードとシールドと、あとサポート、あとベロバー出るんですね。悪タイプの巣穴だからかな。それではとりあえずね倒します。違う技を今回は使っていこうと思うので、どうしようかな。フェアリータイプですけど、今一つにはならなくて効果抜群だから、大フェアリーで打ってみたいと思います。結構ね良くなるんじゃないかと思うんですよね。先ほど打ってた大スチルとは違うのかどうかが気になります。前足を上げてなんか吠える感じの動作が大スチルの動作だったんですけど、大フェアリーはこういう感じだ。
ってたの。大フェアリーは違うかもしれない。同じかな。お、ピッピこの指止まれ。あ、一緒？ちょっと違う。あれ、なんか同じ感じに見えちゃった。あまり変わらないのかもしれないですね。え、どうなんだろう。他の技は？次ちょっと違う技選択しますか。もう一回多分打てるはず。なので、技変えましょう。なんだったらいけるかな。ダイヤ。大丈夫そう。そうだな。どうしようかな。ダイロックやってみますか。気になるのはダイロック。お、またこの指止まれ。どれぐらい入るのかも気になるけど、あ、打ち方変わらないですね。ゼルネアス全部この感じなのかもしれない。まあ、とりあえず倒して、巣穴まだ出ていたのがあったので何が出てるのかを見てみようとは思うんですけど、変わんないんだ。今回は取らずに戻ろうかな。ではさっき巣穴があったところに移動します。お、ここの位置だ。確認。あ、ボスゴドラがいる。鋼岩タイプ。ちょっとゼルネアスの持ち技変えて行ってみたいと思います。よろしくお願いします。インファイト技が入ったので入れてきました。よっさ、では打っていきましょう。星5ボスゴドラでしょ。だいぶ辛いですよね。でも勝ちたい。ダイマックスの幕もらえます。インファイト格闘タイプ技なのでダイナックルになるんですが、どこから出るんだろう。頭か胸か。結構ポケモンによって技が出るとこ違うんですよね。お、胸？これはかっこいいかも。結構違いましたね。あとボスゴドラなんですけど、多分なんですがソード側はゲットできてない気がするので初ゲットになるかも知れません。ルチャブルが危ないルチャブルが危ないし、バリアは5枚だし硬いし結構大変ですね。大丈夫かな。こっちに来てる。これは耐えられるね。抜群は取られちゃうけどなんとかなりそうな予感がします。よし頑張ろう。あともうちょっとね、ちっちゃくなっちゃった。インファイトしてもいいのかな。大丈夫でしょう。このターンで終わるしいけると思います。インファイト打つときもこんな感じだね。はい、倒せました。シールド側はね、もうゲットできてる気がするんですよね。なのでリピートを使おう。多分大丈夫なはず。ソード側はゲットできてないはずだからハイパーボールにします。取れるかな。うわ、取りたい。あ、シールド来ましたね。よかった。ソード今回ってる途中です。取れるかわかんないな。
持ってるのヘビーボンバーアイアンヘッド鉄壁でした。ソードも入りました。多分初だと思うので図鑑登録じゃないかな。はい、図鑑登録になりました。ソード側の図鑑です。鉄鎧ポケモン鋼岩タイプ、分厚い鉄板を貫くほどの鋭い角を体当たりと共に食らわせて敵を仕留める。かなり怖い感じすごいよね、体当たりして敵を仕留める。あれもうちょっとなんか巣穴立ってるみたい、見えない位置にあるのかな。少し回ってみますか。今立ってるの結構回ってきたんですけど、あるとしたらこっち？うわ、あった。一本だけ？一本だけみたいですね。見に行ってみますか。これ山の裏？あんまりね、立ったことなくて、こっちあんまり私見に来ないんですよね。あ、チラッチーノかな、ノーマルでした。まあ、今回はやめとこうかなと思いますはい、ということで今ちょっと一緒にいないからどっかに行きたいゼルネアスとせっかく一緒に来てたのにいなくなっちゃうのは寂しいので一回戻ります。ということで今回はゼルネアスと一緒にポケモンの巣回ってみました。かなりかっこよかったですね。通常の姿だとこれなんですが、バトルが始まったらあの戦闘モードに変わるので角の色も変わります。でシールド側は、最近ねゲットしたんですけど、外側だったら結構前にはゲットしてたけど使ったことないポケモンだったので一緒にお出かけできてよかったです。でまだまだゲットはしているけど、一緒にポケモンの巣とか回ったことがない伝説ポケモンもいるので今後遊んでいきたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!